皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、コトブキアショップ限定フレイマームズガールゴーライモノトーンフォームになります。こちらのキット、まあ先ほど申し上げました通り、上にも書いてありますけども、コトブキアさんのショップ限定のもので、発売が2015年の12月、もう約6年前ですか。結構古いキットにはなるんですけれども、あるところにあるものですよね。普段よく使うショップさんの方で購入しました。で、早速ですけども、パッケージ正面がこんな感じになっておりまして、他のフレイマームズガールと違ってイラストじゃなくって塗装済み完成品の写真が載ってるってのちょっと珍しいですよね。で、箱はこんな感じで、まあ通常のゴーライなんでそんな大きくないですけども、側面がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントとリア。今回のキットにつきましては、一応ここに新規造形とは書いてありますけども、叫び顔が付属する特別仕様で、さらにこの肩とか腰につる巨大なアーマーパーツですね。こういったものが付属します。で、ギミックということで、ここではディスプレイ重視の左腕、左足の差し替え用パーツが付属ということで、まあ他のキットでいうところのイメージ出す再現用パーツ、いつものあれですね。で、オプションとしまして、頭髪パーツ、ピンク、ブルー、イエロー、3色の髪の毛が付属します。で、さらに、無印ゴーライには付いてない、こういった武装パーツが今回のキットでは付属します。で、側面が、こんな感じになっておりまして、反対側がこちら。もう一際大きいのがこの叫び顔特別賞。今となってはそんなに珍しくないですけども、当時としてはかなり新しかったんじゃないでしょうか。それ以外に通常顔の正面向き、右向き、左向き、合計4個のフェイスパーツが付属します。で、デカールはこんな感じで、一部マーキングと、いつものこのパンツのデカールが付属します。で、あとは注意書きですね。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。と言いますか、ほんとゴーライってたくさんのキット出てますよね。もうコトブキアさんだけじゃなくって、ファンの方からも深く愛されてるキャラクターなんだなっていうふうに、そんな感じがひしひしと伝わってきます。まずは、こちら。あ、肩のこの装甲パーツってこれ、半透明なんですね。これこれで結構綺麗なんじゃないでしょうか。で、またちょっと気になったことの雑談でお話ししようかと思うんですけども、パーツを適当にご紹介しながら。あ、これ固定用の足につけるパーツとかですね。で、フレームアームズガールについてなんですけれども、ちょうど今、まあ実際2月の8日からだったんですけれども、4月1日までの期間限定ということで、動画配信サイトのギャオの方で、アニメのフレームアームズガールが無料配信中なんですよね。なぜこの年度代わりのタイミングなのかっていうのは若干謎ではあるんですけれども、毎週月曜と金曜日に1話ずつ配信されて、今この動画を撮ってる段階では9話目ぐらいですかね、公開されてて。で、ただまあ公開されてすぐなくなるわけじゃなくって、どんどん追加されていくので、まあ、4月1日ぐらいになれば、全話すべて視聴することができるようです。まあ私もすでに見たことはあったんですけども、つい懐かしくなって今、改めて、フレガのアニメを見直しております。まあそちらのアニメ見ても改めて思うんですけれども、やっぱゴーライって可愛いんですよね。素直で純粋で。だからこそこういったキットもたくさん出るんでしょうし、ちょっと前にあのスマホアプリのアリスギアアイギス、あちらでもフレームアームズガールの復刻ですかね、イベントやってました。で、バーゼとかステレットはガチャキャラなんですけども、ゴーライって基本的に、まあ確かにガチャの星さんもあった気がするんですけども、基本配布もされましたよね。なんだかんだで育ててもいますし、そういえば、装甲娘の方でもフレガコラボでゴーライのキャラクターいますよね。私持ってますけども、これがピンクと黄色の髪の毛パーツですね。で、フェイスパーツ。まあどれが左右かわかんないですが、これが叫び顔ですね。で、こちらが、ハンドパーツ。もうすでにランナーから切られた状態ですね。で、最後にこれが、デカールシール。このおパンツのところのところにナンバリングがないので、貼る貼らないは52ってとこですかね。で、キット類は以上。武装パーツが同梱されてったとはいえ、そんなむちゃくちゃに多いって感じではないですね。で、最後説明書がこちら。コトブキアショップ限定、ゴーライモノトーンフォーム。まあ、このキットもこれから作るんですけれども、ギャオの方のフレガのアニメでも見ながら作ろうかななんて思っております。で、中の方に参りまして、塗装済み完成品の写真。まあ、この髪の毛ピンク、青、イエロー。これ結構綺麗ですよね。で、モノトーンフォームという名前のせいなのかもしれないんですが、この武装パーツ類というか、この装甲部分がほぼ白、黒、グレーの3色で完結してるっていうのもなんかシックな感じがしていいんじゃないでしょうか。で、下の方に兄貴分ゴーラの説明があって、隣のページがパーツリスト。パッと見あのごっつい装甲パーツどこ行ったと思うんですけども、これなんですよね。この肩装甲と書かれてるので。あとはここの武器類ってとこですね。で、次のページの方から作成が始まりまして、まずは頭部の作成から。まあ、基本的な構造は過去に作ったゴーライと全く変わってないので、とかなんとか言いながら、私まだ、いわゆる無印ゴーライ、初代ゴーライっていうのを持ってはいるんですけど、まだ作ってなくて積んであるだけなんですよね。もうそれがある意味そのフレガの原点というか、王道中の王道なので、
またどっかのタイミングで紹介かねがね、ゴーライ本体の方も作っていきたいなと思っております。で、ここで肩装甲の組み立て、結構シンプルな構造ですね。で、あとハンドガンの組み立て、ホルスターの取り付けとかリボルの組み立て、結構凝ってる構造してますよね。で、武器の持たせ方があって、で、ここからイメージイラストの再現と、堂々とイメージイラストって書いてますけど、今回のパッケージどこにもイメージイラストないんですよね。なんて突っ込んじゃいけないですよね。で、こんな感じで動かない腕と足を作っていって、本体の付け方で武器の取り付け方が書いてあります。で、最後のページがカラー&デカールガイド、まあ、こういったマーキングのデカールは全て貼ろうかなと。あと塗装に関しては、この本体についてこのお腹のところのこのグレーですか、ここぐらいを塗れば、あとほぼほぼそのままいけるんじゃないかなという気がしております。まあ、あとこのクローラーの部分ですね、無限軌道に墨入れしようかなぐらいで、それだけすればかなり完成度の高いキットが出来上がるんじゃないかなと思っております。説明書はこんな感じですね。あ、これもモノトーンな感じ色になってるんですね。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは交換品や付属品の方ですね。まずはハンドパーツ。今本体についてますのが指の揃った開き手、それ以外のものとしまして4種類、まあ、いつものパターンですね。左の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差し指の伸びた武器持ち手。ゴーラにつきましては、手首が可動軸ジョイントではなくって、ハンドパーツごとこのボールジョイント部分を一体成形されたものになります。種類としては合計5種類付属します。続きましてフェイスパーツ。今本体についてますのが通常側の正面向きのもので、こちらが、まずこちらが左向きのもので、こちらが右向きの通常側のものになります。で、最後こちらが、まあ、この時としては新規造形という特別扱いでした。まあ、今となったらそれは珍しくないですけども、叫び顔になります。続きまして頭髪パーツ。冒頭にも話したみたいに今回のキット髪の毛が3種類あります。とりあえず今はパッケージの中でも正面にドーンと出てましたピンク色のものが付けてありますが、それ以外のものとしまして、ブルーの、まあ、これが前髪部分ですね。で、こちらが頭頂部分。で、こちらが襟足のものになります。で、同じく黄色の前髪部分、頭頂部部分、襟足部分となります。まあ、スナップフィットのキットですので、頭髪の交換は、まあ、若干この襟足の部分が少しめんどくさいですけども、交換は可能なので、今回のキットで付け替えるだけじゃなくて、他のゴーライとかそういったものに使ってもいいかもしれないですよね。そして左横にあります。まあ、これがイメージイラスト再現用の動かない左手と左腕になりますね。こんな感じでここの部分でインナーつまんで、先ほども回転台などご覧いただきましたけども、固定ポーズで飾ることができるものになります。まあ、若干の墨入れとこの太もものところのラインの部分ですね。ここだけ少しシルバーで塗装しました。続きまして右側、こちら武装類ですね。まずこちら、ハンドナイフですね。まあ、今回のキットに限らず全てのゴーラについてるんじゃないかなと思います。このハンド部分はシルバーで塗装しました。で、これが、ま、ホルダーの部分ですね。こんな感じで柄のところに差し込んで、膝の横とか腕の横にマウントできる 3mm のピンが付いております。次にこちらが小型のサブマシンガンですね。特に稼働するところはないんですけど、造形とか細かく再現されてますよね。で、これがかなりちっこいですけど、これがホルダーの部分になります。向き左右どちらにつけることができまして、ここの部分ですね。ここにカチッとはめて、で、腰の後ろとか膝の横とかにマウントすることができるようになっております。次にこちらがハンドガンですね。いわゆる普通のオートマチック銃ってやつでしょうか。
で、これなんですが、可動があります。ここの部分ですね、銃を撃った瞬間とか弾切れになった時のようにこのブローバックできるようになっております。ここの可動最初見た時に、おーすげーと思いましたね。ちゃんとこの状態だとここ塞がってるんですけれども、ブローバックするとちゃんとここの部分くぼんでるんですよね。で、こちらがホルダーなんですけれども、こんな感じで付けるものになります。で、左右それぞれどちらでも付けれるように土台の部分については一対付属します。で、こちらがリボルバーの銃ですね。こちらも可動がありまして、ここのシリンダーというか弾倉の部分ですね、ここがくるくる回ります。さらに弾丸を込める時のような、ここの部分でこんな感じで起こすことができます。ハンドパーツとかポージングによっては、戦闘中物陰に隠れて弾を込めている、なんかそんなシーンで使ってもいいんじゃないでしょうか。で、こちらにつきましても、このホルダーについては2つ付属します。こんな感じで差し込むタイプですね。これも左右どちらにも付けれるように、一対土台の部分につきましては補足します。そして最後、こちらが肩装甲ですね。まあ当然のことながら両肩につけれる一対付属します。で、今これ長いにつけてありますけども、この部分ですね、これについてはこうやって外すことができます。真ん中に3箇所ピンがあるので、上とか真ん中とか好きなところにつけて、で、ここのピンのところで腕横とかにマウントすることができます。まあ普段肩につけるときはこの状態でいいと思うんですけども、で、肩につけます、このピンの部分ですね、稼働するようになっております。で、これにつきましては上側だけではなくて、まあどっちが上下ってのもあるんですけども、反対側にも同じような部分がありますので、上下好きな方につけてマウントすることができます。まあ先ほども肩だけじゃなくて、足首のとこですね、とかつけてみました。後で実際つけてみますので、このまま置いておきます。そして、ゴーライモノトーンフォーム本体がこちらですね。で、この状態で私の方で色を入れたところが若干ありまして、まずはそれが肩のセンサーのところと、から腰のセンサーのところ、からお腹の部分ですね。成型色黒だったのが、このお腹の下腹部のところとか側面のところをグレーで塗っております。あとはスカートのこのシルバーのライン。それ以外のところは水天車デカール貼って、あとはデカールを貼った都合上、少しぐらいスミレスの方がバランスいいかなと思って、肩のとことか、あとはこの太もものとこですね、若干スミレをしてあります。あとは成型色のみです。と言いましても、本体のペールオレンジを除くとほぼ黒と白だけなので、まあ、モノトーンフォームの名前の通り、非常にこうシックで引き締まった感じがありますよね。で、上の方から順に可動目印でご紹介してまいりますが、まずは頭部。まあ、ピンクの髪の毛、これにしたんですけども、どんな髪の毛の色でもゴーライって普通に可愛いですよね。このスッとした表情もたまらんもんがあります。で、頭部につきましては、頭部側がボールジョイント。で、胴体側の方もボールジョイントなんですが、若干小さめのやつですね。前についても、このぐらい。上についても、このぐらい。左右に傾きを変えたり、ぐるぐる回すこともできます。続きまして、肩、腕周り。もう今となっては逆に珍しいんですけども、最近のキットって胴体を作って腕を作って、で、肩の部分のボールジョイントで後からパチッとはめるっていうパターンが多いんですけども、この頃のキットってこの肩のボールジョイントであるんですけども、胸部のパーツで前後から挟み込んで固定するというような構造になっております。ですので、硬さの調整がしづらいっていうのはあるかもしれないんですが、こう、ある程度こうグリグリ動かしても、この肩の部分がスコッと抜けてくることがないので、個人的にはこの構造って嬉しかったりするんですよね。まあ、塗装される方には不評かもしれないんですけれども、ただ、そうは言いましても、まあ、胴体側の上に可動はないですけども、十分な可動範囲です。この肩アーマーの接続部分のところにロールがあって、肘については関節1個ですけれども、ぐいっと90度ちょいまで曲がります。まあ、手首についてはボールジョイント接続なので、最近よくある可動軸ジョイントと違って、グリングリ動きはしないんですけども、まあ、それでも十分な可動範囲だと思います。続きまして、胴体。体全体の可動についてはこの胸の下のみですね。で、この胸にある胸部アーマー、これについてはクランクの接続なので、下に下げてみたり、上に上げてみたりと、こんな風に稼働させることができます。で、ここの部分、ペールオレンジとしたのは黒いパーツですね。ここのところがボールジョイントの軸接続になっています。前についてはほぼこの状態が動かないんですけども、後ろについてはこのぐらい、まあまあ十分な稼働だと思います。で、この状態でここに少し隙間ができてしまうんですけども、その時にこの胸部パーツを下げることによって、多少この部分を目隠しすることができます。続きまして、股関節、腰回り。このスカートについては一切稼働がないですね。まあ、ゴーライってそういうもんですよね。アーキテクトみたいに分割して稼働するわけではなくって。で、股関節につきましては左右それぞれ独立した軸で上下にスイングするタイプですね。で、先端に球体のポリキャップがはまってて、太もも側に受けがあるという構造になっております。まあ、これが両方とも仕込んだ状態なんですけども、まあ、向かって右が左足を下げますと、このぐらい。まあ、ここのラインで比べていただくとわかると思うんですけど、少し下がりましたね。で、この状態で足は、前がこのぐらい。まあ、スカートが稼働しないでこのぐらいが限界ですね。で、この太もも脇のアーマーも乾燥しますので、で、後ろがこのぐらい。まあ、後ろについてはまあまあ大きいじゃないでしょうか。で、横方向については、まあ、これもこの太もも側の浮きのところに稼働がないので、これを避けておいても、まあ、このぐらいが限界ですね。ゴーラーについてはいくつもキット化されているんですけれども、私も全てを持っているわけではないんですけども、このスカートが分割して稼働して、もっとダイナミックなポージングができるキットが出てくれてもいいのになと、
私が知らないだけかもしれませんので、もしご存知の方いらっしゃったらコメントでぜひ教えてください。で、脚部ですけども、この太ももについてます、この走行パーツですね、ボールによって接続なのでこんな感じで角度を変えることもできます。で、この色が変わっているところにロールがあって、ここでぐるぐる回って、膝については二重関節、ちょっとクローラーどけておきますけども、ぐいっと、まあ、正座できるぐらいまで曲げることができます。で、ゴーライといえばこのかかとクローラーですね。クランク接続になってますので、このまっすぐ伸ばすこともできますし、足裏の高さとぴったり合わせてクローラー走行中なんてこともできます。で、足首ですけれども、一応 L 字の可動軸ジョイントではあるんですけれども、後ろがこのぐらいで、これまあ過去の聞いてても同じこと言った気がするんですけども、この前側のこの突起の部分ですね、真ん中に丸っこいレリーフがあって動きそうなんですけど動かないので、足首は前がここが限界、走ってるポーズとかするところにはちょっとこれ難がありますよね。まあ今更ではありますけれども、これ自体も古いキットなので。ただその一方で、まあ5来回もそうなんですけど、作るために思うんですけども、この上背に対して足裏がこれっぽっちしかないのに、ちゃんとこうまっすぐのポージングで立たせておくと、そのままスッと置いた時に自立できる。これってキット全体のバランスが非常にいいってことだって毎回思うんですよね。まあ、背負ってるものもほぼないに等しいですし、走行パーツについてはそんなゴテゴテしてないので、まあ、割とシンプルな造形だからってのあるかもしれないんですけれども、やったら足裏がでかいのにポージングというか立たしとかの難しいキットがある中で、結構初期のキットでありながら、この足裏の小ささで綺麗に立たすことができるっていうのは、やっぱり素晴らしいでしょうね。まあ、余談ですけども、ゴーライと今島パンなんですが、まあ、今回このおパンツのところにデカール貼るのやめました。で、最後にですね、この肩の部分にパッケージあるようにこの肩走行をつけてみます。ここの部分のピンで差し込んで、反対側も同じように差し込めば、これで肩のところに肩走行をつけた状態になるわけですよね。やはりなんというか、この足とか背中につけるのも悪くはないんですけれども、やっぱり肩につけるっていいですよね。なガンダムでもこんなようなモビルスーツとかありますし、いや見た目的にシールドではありますけれども、ウィングのようにも見えますし、マントのようにも見えます。これ自体はモデリングサポートグッズとかで普通に売られてるものだとは思うんですけれども、一緒に同梱されてるっていうのがいいんですよね。横から見た時のこのマント感といいますか。重装備ではあるんですけれども、この半透明クリアパーツっていうのもあって、なんていうかより天使の羽というか、美しさが醸し出されてるんじゃないでしょうか。まあ当然ゴーライだけじゃなくって、他のバーゼラルドとかフレズベルグとか、そういったものにもこの肩走行をつけることは当然できるとは思うんですけども、やはりゴーライのこの独特な感じ、この武骨な感じにこの武骨なシールドがついてるっていうのがバランスが取れてていいんですよね。腕横につけてもいいですし、私が先ほどやったみたいに足首につけてみてもいいですし、背中側に2つつけて本当ウイングっぽくしてもいいかもしれないですよね。ゴーライモノトーンフォームはこんな感じでした。というわけで今回はゴーライモノトーンフォームご紹介させていただきました。頭髪が3種類あって、これでいろいろカスタマイズができるっていうのも当然良かったんですけれども、個人的には武装パーツが思っていた以上に充実してましたね。最も目に引くこの肩走行については、まあ当然肩だけじゃなくて腕にもつけますし、2つついている上に半透明なのもあって、両肩とか両足とかいろんなところにつけて飾ったことができます。肩につけた時に両側に特に広げてみるとキュベレっぽさがあって、それもそれでかっこよかったです。で、これも本来モデリングサポートグッズであるものだとは思うんですけれども、付属されてた銃ですね。ハンドガンについてはブローバックができたり、リボルバーについては弾倉部分が回ったりと、結構ゲーコマなキットだったと思っております。頭髪3種類、銃3種類、そして肩装甲、かなりカスタマイズとか分度のはかどるボリュームだったと思います。冒頭にも話したみたいに、一応コトブキアショップ限定の商品ではありますが、市場ではまだ若干流通しているのを見かけて、今からでも買うことができるっていうのは嬉しかったですね。フレームアームズガールがお好きな方、ゴーライがお好きな方、中古ショップやフリマサイトでお見かけの際は、ぜひご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。